どうも、バカッター警察交番勤務の PDR さん、ただいま夏休みから戻ってまいりました。夏休みなんかした？毎日 TikTok でバカッター探してた。休めよ。ということで今日もバカッターを取り締まっていきたいと思います。でもその前にぜひ高評価お願いします。ではバカッターパトロールに行ってまいります。もう一回わあ、ワイパーをちょっとだけ動かすとかマジ悪だね。次は何？ドアについてるホコリでも取るのか？これバカッターじゃなくてただのバカですね。次。物理的に道を開くコムドットってな。ミサちゃん。とまあ茶番はこの辺にして、え？何？なんでもないから。ドラゴンボールスーパーブロリーを再現しようとする人めっちゃ増えてますよね、最近。え？今日の夕飯ブロッコリーパスタ？もういいよ、お前は。え？お湯が足りない？はい。実はブロリーのバカッターもう一本あります。ああ、うるせえよ。てか一切動じないコンビニ店員すごいね。相手にされなくて帰っちゃったよ。かわいそうに。まあ叫んでるだけだから、コンビニ基地客レベルで言ったら結構低い方だよ。そうなんだ。てかブロリーくん、想像力がないのはわかるけど、ただ叫ぶだけって幼稚園児でもできるよ。もうちょっとレパートリー増やそうね。うわ、出たよ撮り鉄。調子に乗ってんのはてめえだろ。でやっぱビビって逃げる。こいつも撮ってるやつもキモいの一言に尽きるね。これ本当かわからないんですけど、このイキリトリテツがこのバカッターについて話してるラインが出回ってます。いや、キャタキンされてひな壇崩壊して撮れへんから椅子使って廃案した。キャタキンって何？ヒカキンのいとこ？多分キャタツ禁止を略してるんだと思う。あー、駅員こっち見とるけど全く反応せんから、そのまんま構えたらブツ通過中に降りろとか文句言ってきたからガチで切れた。電車をブツって呼ぶとかどんだけ中二病なんだよ。で、同級生ボコす感覚でやったと。なるほど。君の住む町ではボコすという言葉は胸ぐらを軽く掴んでビビって逃げるという意味なんですね。靴はちゃんと脱ぎました。そういう問題じゃねえだろ。撮り鉄ってこういう頭の湧いてるイキリ野郎しかいないの。みんながそうってわけじゃないと思うけど、こういう撮り鉄のせいで撮り鉄のイメージがどんどん下がっていきますよね。気をつけないと YouTuber より評判悪くなんぞ。お前から言ってきてんだろ。てめえチャラ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 から迷惑だっつってんだよ。ふざけんなよてめえ。ごめんなさい、もう一回お願いします。相棒、きっとおじさんもいろいろ大変なんだって。だってなんか無理して怒ってえいっみたいな。よし、次で降りようか。手にするに降りろって。降りるよ。おじさん一緒に降りて決着つけようよ。拳で。なんだこの気まずい沈黙は。なんなんだよてめえは。気まずい沈黙に耐えられなくて、相手が何も言ってないのに責めるおじさん。初デートじゃねえんだから落ち着けよ。何様ずのつもりだてめえ。めちゃめちゃ噛みまくりじゃん。本当は多分結構ビビってると思う。うわ、ダサ。おじちゃん、これはどういう状況なのかわからないけど、もしかしたら見えない相手に非があるかもしれません。しかし相手がどんなに悪くても、自分が声を荒げてしまうと自分が悪く見えてしまうんですよ、おじちゃん。ん？でも、おじさんキック、最高です。
マジで気持ち悪いんだけど。てか、これ、日本人？失礼だな。どう見てもほぼ絶滅してるガングロギャル男でしょ。1999年からタイムスリップでもしたのか、こいつ。それか、ガングロ男じゃなくて、ウォンカのチョコレート工場の川に落ちてしまった男。世界で大人気のトレーディングカードゲーム、遊戯王。遊戯ボーイ？はい、これバカッターじゃないのは分かってます。でも面白いんで。このカードをめぐり、ある問題が発生しました。マジックザギャザリングと違ってカードは人参の味がしない。なわけねえだろ？奈良県に住む男性が今月初め、フリマアプリで1枚、3万5000円の値段がついた希少なカードを購入したのですが。ブルーアイズホワイトドラゴンは今、そんな値段で取引されてるのかね？遊戯ボーイ。昔から似てないから、そのモノマネ。こちらの商品を買い取っていただき、ありがとうございます。現在値段高騰中の遊戯王のブルーアイズホワイトドラゴンの写真です。これギャグだろ。偽物を作る努力すらせずに写真って。なんと、送られてきたのはカードそのものではなく、それを撮影した写真だったというのです。なんだよ、それ。せめて切ってくっつけようよ。商品のカテゴリーは写真でございます。いや、この人詐欺なんてやめてお笑いの道に進んだ方がいいと思いますね。運営側により支払った代金は戻ってきたということです。それはよかった。最近コロスケの影響でホビー系の商品の値段がすごい高騰してるから、こういう連中が増えてるんですよね。ねえ。例えばメルカリで商品の写真が1枚しかなくて、すいません、商品の裏の写真を載せていただけますか？とか、商品の中身の写真を載せていただけないでしょうか？と言って載せてくれなかった場合は怪しい。なので皆さんはこうプレミアのついてるものを買うときには気をつけてください。うん。では次のバカッターに行きます。はい、もしもし。はい。バイクで。それはもう聞きました。今、どうぞ。丸三角四角？はい。丸三角四角という場所にいるんですか？はい。ねえ、丸三角四角ってどこにあんの？プレステのコントローラー？すいません、バイクで。だからバイクがどうしたんだよ。犯人ってそもそも何をしたの？バイクでってもう一回言ってみろ。もう一回言ったら、いいのかそれで。エンジンをつけて歩道を走ってたんですか？いや、そんなこと聞いてねえんだけど。すいません、もしかして日本版のカレンさんですか？ちょっと話変わるんですけど、カレンさんってどんな男がタイプですか？眉毛のない20代の一般女性。すごいピンポイントで来ましたね。今すぐおばあちゃんが来ます。いや、行くっつってねえし。おい、切りやがった。相棒、茶番はもういいからさ、これどういう状況か説明してよ。簡単に説明すると、撮ってるお兄さんはバイクのエンジンを切ってバイクを引きながら歩道を歩いてたら、この夫婦に歩道だからバイクはダメって注意されたらしい。でもエンジン切ってバイクを押したら歩行者扱いになるんじゃないの？それを伝えてそのまま行こうとしたら、めちゃめちゃ絡まれた上にその夫婦が撮影しだしてこうなった。うわ、めんどくさ。注意されて怒るの気分が悪かったらしない。いやいや、歩行だから。うわ、このおばさんマジでうざいんだけど。で、8分待っても警察が来ないので、まあ本当に警察に電話したのかも怪しいですけどね。おしまい？ちょっとおかしくないですかねえ。え、自分たちが間違ってて散々お兄さんに言ったくせに無言で帰宅？車体信号。おい、おかしいだろ。そうだそうだ、謝れよ。このおばさんひどすぎじゃない？うざい。自分の非を認めない。常に上から目線。すぐに警察を呼ぶ。そして死んでも謝罪しない。それがカレンという生き物です。みんなもそういうめんどくさい人に絡まれないように気をつけてください。じゃあ、ちなみにこのシーンは、警察にバイクを引いてたお兄さんの見た目を説明してるところです。マジ
ひどいですよね。失礼極まりないといえば、PDR さん T シャツ3種類絶賛発売中です。他にもスマホケースやシールもありますので、興味ある人は下のリンクから飛んでってください。 PDR さんの LINE スタンプもよろしくね。はい、言い忘れましたけど、皆さんもしバカッターを見かけましたら @PDR の PDS までお願いします。あと前回の動画と月曜日にゴミ箱チャンネルで動画出したんで、ぜひぜひチェックしてください。では。